まあ、人生の節目節目、就職したり進学したり結婚したり新婚旅行に行くとき、この宇多田航路使われたお客さんは非常に多いと思います。皆さんそれぞれ心の中にこの宇多田航路とともに物語やストーリーがあったんだろうと思います。そういう方がたくさんおられると思いますので、それを今後とも、瀬戸内海の美しい景色と一緒に大事に心の中にしまっていてほしいと思います。